それでは折り始めます。 7.5センチ、 茶色、白を上にしてこちら半分に折ります。はい、戻します。こちらとこちらの縁を真ん中寄せて折るんですけど、真ん中より少しずらします。少しずらしてください。はい、ここ5ミリほどです。はい、こちらも同じように少しずらします。同じ要領で5ミリほどずらしてください。はい、こちら向きにします。こちらの縁をなるべくここのこことここのライン上に合わせるようにこのように折ります。こちらも同じように折ります。はい、ちょっとのり付けします。上の角1センチちょっとでこのように一回折ります。折ったら次この角を少し折っておきます。はい、もう一度裏返しまして、こちら向きにして少しずつこのように斜め折り筋をつけていきます。ずらしていって折り筋をつけます。はい、こういう形になります。頭の部分 2.5センチ、こちら三角に半分に折ります。はい、こちら半分に折ります。戻します、はい、この下押し手にこちら斜め折ります。こちら1センチほどになるようにします。反対も同じように折ります。少し裏返しまして角をこことここの角を少し折ります。次は足 7.5 センチの半分に切ったサイズです。白を上にして三つ折りします。こちら折った時にここ同じ幅にします。縁同士を合わせて折ります、はい、戻しまして、のり付けして貼ります。次はここから2センチほどでこのようにつまみます。斜めにします。ここ2センチ弱かな。でまた同じようにここ斜めに今度はこちら向きに折ります。はい、ここ1センチちょっとです。でまた折り筋通りにこのように段折りしていきます。でちょっとこの角を折ります。でこちらの角も裏側へ折ります。こうなってます。次は下駄 1.5 と5センチ、はい、白を上にして半分に折ります、はい、開いて折り付けして貼ります、はい、一旦またこちら三つ折りします、はい、こちら同じ幅になるようにしてこちらを折っておきます。一旦こちら戻しまして、5ミリ開くようにこちらを斜めに
折ります。でここ5ミリになってます。でこちらも同じようにして5ミリ残すように折ります。はい、ちょっとここかぶるので少しここを折って内側を折っておきます。こんな感じになります。次はベロです。3センチ、こちら白を上にして半分に折ります。戻します。上と下の縁を真ん中に合わせて折ります。向きを変えます。半分に折ります。戻します。上と下の縁を真ん中に合わせて折っていきます。はい、ちょっとこれ戻しまして、のり付けします。この下の角2つ少し折ります。次はこのパターンスケール、100円ショップで売ってるので黒の切れ端でもいいので、この紙を使って裏側白を上にして12ミリに合わせてこちら丸を描きます。そうしましたらゆっくりでいいので、この小さいハサミおすすめです。こちらを使って少しずつ線に沿って切っていきます。組み立てていきます。はい、こちら頭の部分、こちらをのり付けしてここへ貼り合わせます。はい、今度は足ですね。足このあたりかな。はい、半分ほどのり付けして貼り合わせます。次は下駄、下駄もここ裏側ざっとちょっとずれちゃうんですけど、のり付けしてここへこのように貼ります。はい、そしたらこの下駄の鼻を部分ですね、これちょっとちっちゃいんです、細いんですけど2ミリと2センチほどに切ったんですけど、こういう感じで貼ってちょっと余ったの裏側へ折ります。でこちらも角があるので角を裏側へ折ります。はい、できたらここのり付けしてください。次はこの16ミリの丸シールを使ってこのあたりに貼ります。でこちら12ミリに切ったこの丸シールじゃなくて丸い紙、こちらを貼ります。はい、そしたら今度はベロの部分ですね、こちらもざーっと全体のり付けしてこの目の下あたりに
あります。ちょっとずれた。はい、こんな感じですね。そしたら、こちら。ボールペンを使って、ちょっと拡大します。はい、このように、笑った顔にします。で、ここ線入れます。はい、出来上がりです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。